いでくださいましたよ、この部屋へ。今日はね、汚い話になるので、お食事の時間とはずらして見ていただければ幸いでございます。何の話をするかというと、うんこの話ですよ。そう、みんな大好き、うんこの話。大きい方をすることをこのチャンネルではカッコつけて英語風にナンバー2とか2番とかいう言い方をしますので覚えておいてください。これからカップを買う方の中には思っている方きっといるはずです。カップをしたままナンバー2をしてもいいのだろうか、もしくはすでにカップを使っている方の中には気になっちゃって力めませんという方もいると思います。ということで今日はそうした内容をまとめて月経カップ VS うんこということで元気にいきたいと思います。現在チャンネル登録者1000人を目指しています。1000人到達したら月経カップのプレゼント企画、そして月経カップについて皆さんと語りまくる生配信を企画します。少しでも役に立った、今後に期待と思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずカップをしたままナンバー2できるのかっていう疑問なんですが、できます。少なくとも私は3年間カップをつけたまま2番をしていますけど、一度もトラブったことはありません。カップは膣の中にステイしたまま便だけきちんと出てきます。ただ実はここからが今日の本題なんですよね。先日ね、体験しちゃったんですよ。今ね、フルムーンガールを攻略中なんですけど、この渦中のフルムーンガールをつけてる時に催して2番をしにトイレに行って踏ん張ってたんですよ。そしたらね、おや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 、君じゃないな、君じゃないな、君じゃないなって先にカップが出てきちゃってですね、もうびつくり。ただスポーンって勢いよく出てくるわけじゃなくて、ぬるぬるって出てきたんですよ。でもなんかの間違いだろうと思って、間違いなわけないんだけど踏ん張り続けたわけですよ、そのまま。そしたらあれよあれよとカップの方が先に出てきちゃって、あ、もうこれはこのまま力み続けたらカップの方が先に便器インしちゃうと思ったんで、仕方なくカップを先に取り出して便を出してからまたカップを再挿入したんですけど、衝撃。今のとこそういうことが起こったのはこのフルムーンガールだけです。それ以外のカップはね、問題ないんですよね。まあだからこの独特なね、形が干渉しちゃってるんだと思うんですよね。フルムーンのレビューはしっかり検証して別の動画でがっつり上げるんですけど、もうとにかくね、癖が強すぎる。膣の中でどうなってるのかって、まあ見当はついてるし、なんで2番と干渉しちゃうのかっていう見当もついてるんですけど、癖が強い。この辺のところはですね、フルムーンガールのレビュー動画をお待ちください。いいところもね、いっぱいありますから。とにかくフルムーンガールでそうした事件が起きちゃったんですよ。ちなみにフルムーンガールをつけたまま2番をしたのは2回あるんですけど、カップの方が先に出てきちゃったのは1回目。2回目はカップをつけたまま無事2番だけ出せたんですけど、最終的にカップも半分ぐらい出ちゃってました。便の状態とかカップの形とかお互いのね、位置によってどっちが先に出るかっていうのはわからないけれども、もうがっつり干渉しちゃってるってことですよね。ただね、フルムーンガールは2サイクル目なので、もう少し使ったら慣れてきてそうした干渉もなくなるかなと淡い期待を抱いてるんですけれども、カップとの相性によってはこうしたことも起こるということを身をもって体験してしまいました。でね、体験したから言うんですけど、最初から手を膣のところにあてがっていれば大惨事になることはありません。私はこのフルムーンガール事件が起きる前から2番を出すときはカップのお尻を支えながら踏ん張ってますね。もうこれ癖です。あとカップが出てきちゃう時っていうのは、もう踏ん張った瞬間に違和感があるので分かります。経験者は語るってやつね。ちなみにカップが出てこようが出てこまいが気になっちゃって踏ん張れないって方いますよね。もうその場合は潔くカップを外してから用を足して再び装着してください。生理自体が快適になっても便秘になってしまったら意味ないですから、諦めも肝心です。ちなみに海外のとあるコミュニティでは、月経カップユーザーの 50% が2番の前には一度カップを取り外しているというデータがあります。やっぱりカップをしたまんまだと思いっきり踏ん張れねーってみんな思ってるってことですね。本日のまとめは、原則カップははめたまま2番はできます。ただしカップとの相性によっては干渉してしまうので、不安な方はカップを出してから用を足すべし。ということで今日は月経カップ VS ナンバー2でございました。これからも月経カップに関するマニアックな情報からお役立ち情報まで発信してまいります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter や Cups with You という月経カップ情報サイトも運営しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。Choose your cup, choose your life.